ディバースデイディアスグミハッピーバースデイユーユーおめでとうございます。はざわつぐみちゃん誕生日おめでとうございます。すっごく嬉しいよなんかさ、本当にありがとう。なんかさ、ふと思ったんだけど、つぐみちゃんだったら見知らぬ一般人男性である僕が誕生日祝っても喜んでくれそうだよね。今日誕生日なんです。みんなにお祝いしてもらいました。画面越しの一部映像の皆さん、こんばんは、おっぴーです。はい、ということで、本日1月7日は、羽沢つぐみちゃんのお誕生日ということで、今回なんですけど、僕、つぐみちゃんに関する動画、おっぴーさん作ってくださいよと、よくコメント欄でもいただくんですけど、一本作ってるんですよ。でもって、あそこにすべて詰め込んだ感あって、本当にあそこにすべて詰め込んだ感ありまして、もし僕の動画初見で、羽沢つぐみちゃんの動画が見たいという方は、右上アイマークから、羽沢つぐみちゃんに関するこちらの動画に飛んでくださると、嬉しいです。今回なんですけど、つぐみちゃんお誕生日ということで、キャラクターボイスの方を皆さん聞いてみようかなと思います。でもつぐみちゃんの誕生日祝ってるボイスなんですけど、決まっていて、確か羽沢さんと特に仲のいいアフグロメンバー、氷川さよさん、松原かのんちゃん、若宮いぶちゃんだったかな。白鷺さんはどうだったんかな、あるのかな。かのんとおかのんとかのんとかのんとお揃いのマフラーブローチを買ったんです。カノンちゃんに関することしか喋ってくれませんね。ほんほん、テンション上がるな。これはね、誕生日だからテンション上がってるということでしょうね。新しく買ったスヌード、外は寒い、鍋の締めがラーメンだとテンション上がるよな。全然祝ってくれませんね。ツグおめでとう。ツグのパワーにいつも刺激をもらってるよ。かっけーね。なんかこのボイスもともえさんらしいわ。ありがとうございます。もうつぐみちゃんも大満足でしょうよ。つぐみおめでとう。今日の夜空、星がすごく綺麗だよ。ランちゃんとつぐみちゃんって多分星に関することだよねと思ってたんですけど、星がすごく綺麗ですよということで、いやプロポーズですかね。つぐおめでとう。ケーキ焼いてみたんだよ、食べて。おめでとうございます。我らが上原おっぱいちゃんも祝っておりますよ、つぐみちゃんに。もうケーキ焼いたと、ありがとうございます。もう本当に可愛いな、お前は。こちら巴と同じく鼻歌スタートですね。つぐおたおめ、いつもつぐってるつぐ、実につぐですな。いつもつぐってるつぐ、実につぐですなと全然わかんねえ。まあでも、いつも頑張ってるつぐみちゃんは実に頑張ってるつぐみちゃんらしいですねという、解釈でございます。今日はつぐみさんの誕生日。今日はつぐみさんの誕生日。プレゼントはこの手裏剣にしました。プレゼントはこのカトン豪華球の印にしました。カトン豪華球。羽沢さん、誕生日おめでとう。また一緒にお菓子作りをしましょう。いやもうね、羽沢さんといえばカップリングが僕、さよさんだと思ってるんですけど、ただね、ちょっと怖いんだよね。この発言をすることによって、いや、待て、おっぴーさんよと。さよさんには、ひなちゃんがいるじゃん。もうそこのカップリングほんと怖いんで、僕は触れないようにしてるんですけど、さよさんもしっかり羽沢さんのお誕生日祝ってるということで、また一緒にお菓子作り頑張っていきましょう。もちろん材料に人参は入ってるんでしょうね。つぐみちゃん、おめでとう。いつも美味しい紅茶をありがとう。いやー、僕もいつか羽沢コーヒー店でコーヒー美味しい紅茶飲んでみたいですよね。あ、男子禁制。